生まれた時はこの後しっかり母親が授乳するんだろうかっていう不安と、もし授乳しなかった時に人工のミルクを作らなきゃっていうような不安の方が大きかったですね。2時間ぐらい経って初めて母親が子供にお乳をあげてるのを見て安心して嬉しさが込み上げてきました。この生後1週間ぐらいでなかなか公開することっていうのがないので、こんなに小さいゴマフアザラシを見れることはまずないと思っていただいて、とても貴重なので毛が生え変わる3週間から4週間ぐらいの間、ぜひ可愛いこの白い毛っていうのを写真に撮っていただいたり近くで見ていただいたりしたいです。